9月20日のケリヒメスイーツ。連休は堪能してますか？昨日は体調を崩して寝ているだけになったよ。お月見のやつ作ろう。これは大成功ものとかないかな。いいね、中秋の名月。これを何個集めろ系とかあるかな。うん、特にパッパラパーの、うん、達成のやつがないから、本当月見バーガーをあとは集めておきましょうだね。まあ体調はもう良くなってますんでご安心ください。とは言っても毎日動画上がってるからね。俺はいつ体調を崩していつダメになってるのか分かりづらそう。よく言ってるのが、2日ぐらい動画投稿がなかったら死んだと思って家に見に来てくれってね。何人かには伝えてある。毎日投稿してるからね。今ね、この前ツイッターに書いたんだけども、あ、なめしけまた忘れてる。3131だったんだよね、この前。あー、これはダメそうだな。あ、でも戻ってうまいこといくか。お、面白い跳ね方してる。ダメでした。まあ3131プラスホニャララね。で、ニコニコの方が、ニコニコと YouTube 合わせてというか、まあ動画投稿自体だね、全プラットフォーム合わせてのが3100ホニャララって感じですね。ニコニコの方が俺いくつだっけかな、1970とか、そこでね一回途切れちゃったんだよね。一応連続投稿だけで言えばニコニコ動画の中では1位。だから連続投稿そんなに、なんだろう、話題にならない記録なんだよね。人に言うと、え、すごいじゃんって言うけど、俺も確かにすごいと思ってる。まあでも、うん、投稿すれば一応、なんだろう、成り立つ記録ではあるから、難易度自体は低いのかなっていう。続けることの難易度は高いけども、投稿するだけで行為自体の難易度はそこまで高くないからね。動画投稿数、その動画数に関してはそんなに、あー全然ダメな、うん、そんなにね上の方じゃなかった気がする。上の方ではあるけども、ニコニコでも、まあ、YouTube なんかだとそれこそ比べ物にならないほど投稿数多い人いるからね。まあ、連続投稿に関しても、その一応ね、ギネスに乗らせるというか、天末を話すと、俺より先に連続投稿頑張ってた人が、もうその人は、活動休止しちゃったんで、今やってないんだけど、その人が前、ギネスにその連続投稿の記録、うん、入れませんかってなった時に、ギネスって自分の本名とか住所とかもいるんだっけ、うん、とか出さなくちゃいけないから、それがダメだったから結局申請しなかったっていうエピソードがあって、だから内容としては俺もできるんだろうけども、ただ俺の場合ゲーム実況だけじゃないし、あと投稿してからしばらく経ってからその権利者削除とか伸びはざとかもそうだけども、そういうのもあるから、その一応投稿した履歴はあるけども、その連続で本当にその日数投稿しましたかっていう証明するためのものがね、ちょっと信憑性に欠けるのかなっていう、うん、それこそツイッターとかには投稿しましたって連携してるから履歴は残るけども、別にそれもねあまり信憑性がないというか、それこそサーバーとかに残ってるんだろうけどっていう、うん、まあなんかギネスの記録として欲しかったわけじゃないから、なんか自分の中でこれだけ記録を持ってるんだっていう、それが言えればいいのかなっていう個人的には思ってる。別にそれによってね何がもらえるとかじゃなくて、仮にそれで、え、嘘でしょ、そんな日数続いてないんでしょってね言われても、俺はそれだけやったってね自分が分かってるから、自分が自信を持って言えるから、うん、ちゃんとあります。自分の中に
やりましたよっていうね、うん、なんかトロフィーがありますんで。 YouTube だとどうなんだろうね。日本の中では割と上の方行くんじゃないのかな、連続投稿だと。ただ YouTube、 それこそ YouTube とニコニコ合わせての記録だから、俺の場合またそれでねちょっとややこしくなるから、さっきも言ったけど自分の中では記録としてちゃんとあるけども、うん、なんか周りと比べてとか、それこそ記録としてどこに申請して残してとか、そういう話ではうん、ちょっと難しくなってくるんで、そういうのはしないかなっていう。嘘はついていないっていうけどね。まあでもそういう日数計とかもなかなか大変だろうね証明が。よし、今日はさらっとこれぐらいでいいかな。うん、そんなに長い時間やってないけども、まあたまにはさっと終わっておきましょう。特にやることもないしねじゃあこんな感じでまた明日。